産業社会と人間は、日本の高等学校に設けられることのある科目の一つである。学習指導要領の上では、学校設定強化に属する科目にあたる。総合学科の課程では原則として、すべての生徒が入学年次に履修する。標準単位数は2から4単位。1999年3月告示、2003年度より、実施の現行学習指導要領によると、 産業社会における事故のあり方、生き方について考えさせ、社会に積極的に寄与し、生涯にわたって学習に取り組む意欲や態度を養うとともに、生徒の主体的な格強化、科目の選択に資するとして、以下の3つの内容について指導するよう明記している。学習指導要領に基づいて、各学校では、自己理解や進路学習に関する講義、 職業体験実習、外部講師の講演などの授業実践を行っている。実際の授業では、事故の将来の生き方や進路についての考察及び、各教科、科目の履修計画の作成が主であり、次年度の履修計画作成のためのガイダンスや、受験生であれば、受験科目及び志望校を明確なものにしていくために、時間を設けられている。次年度の履修計画では、 各総合学科の高校によって異なるが、十分な時間と知識がない中で決めなければならないので、自身の将来についてを普通科の生徒以上に把握しておく必要がある。1993年に総合学科の構想が文部省から発表された。総合学科の内容を具体的に明らかにした1993年3月22日付の文部省通達で、強化 産業社会と人間の内容が通達された。通達によると、教科の設置形態は、当時の学習指導要領の、その他特に必要な教科に関する科目として設置し、標準単位数は2から4単位とすることを明示した。また、担当教員は、特定の教科に相当しないものにあっては免許上の、教科を問わず指導するものとし、特別な知識、 技術を必要とする内容の学習を行う場合には、当該学習内容と関連の高い教科の免許上を有する者が中心となり、複数の教員によるティームティーチングによって指導すると明示した。授業内容については、職業と生活、我が国の産業の発展と社会の変化、進路と自己実現の3つを柱にすることを明示した。ありがとうございます。